私の専門は流体力学です。慶應義塾大学法学部の小林博道です。私は文系の学生さんに一般教養の物理学を教えています。流体力学は流れの科学で物理学の一分野です。空気や水の流れは透明なので、それが乱れているのか渦ができているのかなど一目見ただけでは判断できません。例えば野球のボールの周りの流れを見てみると、細かい渦が多くできています。これはスイーパーと呼ばれる浮き上がりながら曲がる変化球の場合です。渦の集団が下向きに流れ、作用反作用の法則からボールが上向きの力を受ける様子がわかります。流れは物理法則に従って運動しています。その法則を記述する方程式から様々な現象が発生するのがとても面白いです。これは 1.9K という極低温における超流動ヘリウム内の量子化された超流体の渦糸と通常の流体、いわゆる上流体のカップリング計算の結果です。緑で表現された上流体の渦管に黒の量子渦が巻き取られ、束状になる様子がわかります。このように流体現象を可視化し、物理的な手法で分析することで複雑な流れを科学的に解明し理解することができます。こちらは正方形の断面を持ち、内円筒が回転するドーナツ状の容器内に不透明な液体金属を入れ、自己方向に引火する磁束密度を増加した場合の渦構造の変化と内円筒付近の周方向速度の様子を可視化した動画です。このような情報から流体機器の摩擦損失の低減やエネルギー効率を高めるための改善策も科学的に検討できるようになります。このようなデータやエビデンスに基づく論理的思考は文系の学生さんにとっても今後大切になっていきます。一見複雑な流れであっても、実験、数値計算、理論など様々な方向からアプローチをして謎を解き明かすことができるところが面白いです。一人でできることもありますが、多様な研究者と共同研究をして一緒に考えることで新しい発見がある場合もあります。今後も現象の本質を見抜く力を養い、流体力学分野の発展に貢献したいと思います。